はい、皆さんこんにちは。それではですね、私の方からですね、9月の行事予定についてご説明したいと思います。とは言ってもですね、ちょっと黒板見ていただくと分かるんですが、9月の行事予定すごく寂しくなってます。というものもですね、後ほどご紹介しますが、ともよちゃんの運動会っていうのは毎年10月の第1土曜日に行ってるんですけど、それが10月の7日になりますね、今年ね。その割と準備ですね、練習とかですね、子どもたちそちらの方に入ります。のでその都合でですね、9月っていうのは行事とかっていうのは抑えがちになっています。例年ですとこれにお月見祝会とかがね、入る時あるんですが、今年はお月見もですね、十五夜が10月に入ってからになってしまいますので、9月中は行わないということなので、ちょっと寂しいスケジュールになってますが、ちょっと時間とかですね、があるところがありますので、よく注意してみてください。まず始業式1日です。金曜日ですね、の日に始業式を行います。始業式の日は11時公演になります。11時公演ですね。バスの方もこの時間で動きますので、よろしくお願いします。それから9日の土曜日にですね、運動会実行委員会というのを開きます。実行委員になっていらっしゃる方、ご協力いただける方ですね、この日10時にホールの方で行いますので、こちらの方にお集まりください。当日のですね、打ち合わせとかですね、っていうのをちょっと行いたいと思いますので、特に初めての方とかどういうもんかちょっとわからないと思うんですけれども、来ていただければ、少し概略がわかるかなというふうに思います。それから14日木曜日ですね、この日がおにぎりお弁当の日になります。もうすっかり定着しましたね。はい、この日12時3公演になりますので、よろしくお願いします。これだけなんですよ。ご連絡する行事というのはですね、行事と言いますかね、ご連絡事項というのが主なここになります。それもここですね、10月7日土曜日、運動会の方ですね、の方に、なります。で、運動会ですね、また後で詳しくご説明しますけどもですね、数年前からともび幼稚園では関取ゼロということを目指しています。で、今年ですね、また新たな方策をちょっと職員一同で考えてますので、それもう少し煮詰める必要があるかもしれませんが、決まりましたらご説明してですね、これがうまくいきましたらば本当に関取はゼロになります。というところですね、皆さんのご協力も必要になってきます。関取は必要ないんだということをまず頭の中切り替えてくださいね。どうしても運動会イコール関取みたいなところがある方がいらっしゃると思うんですけど、それはともび幼稚園では必要ないんだということをちょっと考えてください。その中で新しい方策っていうのをちょっと考え出しましたので、こちら後でご説明したいと思います。それとですね、ちらちらと見えてると思うんですが、実はですね、7月の仲良し広場でですね、9月の9日ですかね、に広場の教室ライブの第2回目を行いますということを告知していたんですが、これちょっとすいません、開催準備の関係でですね、ちょっと9月行えなくなっちゃいました。はい。ので、11月に今のところなんか予定しているようです。担当の先生に聞いたら、11月ぐらいになりますかねとかって言ってたんですけれども、11月ぐらい、これまだちょっとはっきりしてないんですけど、今のところはですね、11月ぐらいに延期かなっていうところになってます。行う予定にはなっているんですけど、ちょっと延期ということでお願いします。中吉広場で、7月の中吉広場でですね、ちょっと告知しちゃったもんですから、もし準備してる方いらっしゃったら本当に申し訳ないです。11月に延期させていただきたいと思います。このようにですね、本当に9月行事とかっていうところでは非常に少ないところなんですけれどもね、何しろ三大行事のスタートを切る運動会、子どもたちの成長のためにもものすごく必要な行事になってきます。そこにともべ幼稚園の方では力を入れていくという形になりますので、ご家庭でもですね、運動会の練習を子どもたちが家庭の中でするとか、ということが多くなってきます。どうぞご協力の方よろしくお願いいたします。